若いから好奇心があるっていうのはさ、幻想だと思うけどさ、うん、若い人ほど好奇心があるっていうのは全然思わないからね。あとね、俺ね、好奇心ってね、うん、すごくプリミティブなものっていう認識あるじゃないですか、うん、もちろんそうだと思うんだけど、好奇心もね、洗練されていくと思う。あと好奇心自体も育てるもんだと思うんだよね、うん、そうだね、うん、で僕なんか自分の過去を振り返ると昔のが好奇心なかったんだよね。結構そうかな。あのね、ちっちゃい興味がにだけあって、その自分の中に入ってこないのはもう受け入れないっていうか。それは俺もそうだわ、うんうん、シャットアウトしちゃうんだよね。シャットアウトしちゃうこともあったんだけど、だそういう意味じゃ昔のは好奇心なかったんだよね、うん、それ考えるとね、年が若いから好奇心あるっていうのはあれ嘘だと思うね。そうだね、うんうん、まあ、でも一方で年取っていくと慣れ、いろんなことに対する慣れとかさ、もう知ってるよとかさ、うん、これ何回目だよっていうのあるからね、うん、そこは僕ちょっと自分の内側の好奇心との戦いみたいなのもあるんだよね。俺はね、戦わないようにしてるよ。あ、本当、うん、どういう感じなの。つまりね、あの何度も言ってると思うんだけど、今回言ってた俺二度目をするなんていうの、はいはいはい、尊重するタイプだから、飽きたなとか、うん、もう知ってるよっていうのは素直に受け入れる、うん、まず、うん、自分これは飽きてると、うん、魅力今は感じられなくなってる、うん、鈍ってるっていうのはもう認めて、うん、はい、どつぼにはまろうと心の整理になっちゃおう、うんうん、また2度目のビッグウェーブが来るかもしれない、ね、そうそう。僕はあんまそういうその2度目のなんとかっていう経験があんまなくて、なんか好きだったら好きでずっと続婚のまま、だから低温炸裂とかって言うじゃんとか、あれなんだよね、まさに。なんかね、こう一周してこないんだよ、なかなか。俺はもう一周二周何周目か忘れてヘトヘトなってる感じね、あと逆走したりね。だね、まだピンとこないとこあるのね、その何周っていう。あ、そう、うん、そのじゃあ逆に、ね、お話としてはかなり。いや、俺ね、あると思う、龍神も、うん、あ、そうなの、ね、うん、じゃあまあこれ録音と関係なくさ、うん、そのこれまで好きだったものなんかいくつか教えてよ、何でも、飯でも何でも。食べ物だと、うん、ヨーグルト。飽きてない、今だ。飽きてない。ずっと好きか。ずっと好き。食べ物はそうだよな。俺も食べ物は黒砂糖パンとかもう死ぬほど食って嫌いになっちゃったんだけど。アイスクリームも今でも好きだしな。じゃあ、あのほら、一応感覚系だとどうか。あの、絵とかさ。あ、絵だとね、うん、最初ピカソだったね。あ、ピカソ、ゴッホだったね。やっぱ僕王道行ったんだよ、その。あ、でね、じゃあ例えばね、うん、ピカソ、ゴッホ、一日中考えてないでしょ。考えてないね、うんうん、多分大学の、うん、とか大学院時代に離れてる時期あると思うんだよ。離れてたね、うん、違う方行って、例えばパプアニューギニア行ってたじゃん。はい、行った。パプアニューギニア行ってる時期って、うん、あ、でもパプアニューギニア行っちゃうとピカソと近づくな。近づくね、うん、うん、ゴッホとは離れるか、うん、離れるね。だから隣のゴーギャンとかに近づくのか、うん、好きだったのにちょっと離れたものって結構あるよ、俺いっぱい。ファイナルファンタジーぐらいかな。でも戻ってきてないでしょ、多分。戻ってきてない、うん、二度と戻ってきてない。そういうものもあるよね。嫌になっちゃった、うん、あの、トキちゃんとほとんど一緒。あの、長すぎる何か、うん、あの待てなくなっちゃったね、ムービーだとか、例えば、うん、あとね、過剰にね、物語に凝り出してきたあたりからね、あのね、嫌になっちゃうんだよね。そうだね、物語に凝り出すとね、文学に負けるんですよ。そうだね、うん、あと、その話をしていくと、うん、一周してないじゃんっていう話になっちゃうから、うん、なんか一周したもの、なんかあるかな。好きだったけど嫌いになって、もう一回。俺はね、その一番自分の中でね、印象的なのはね、グレン・グールド。グレン・グールド、作曲家だっけ、ピアニスト、ピアニスト、うん、まず続行行くわけよね、
もう右脳でバーきて、これはいいなってなって、そっからちょっとスノブを覚えるんだよね。あのグレン・グールドがだんだん流行ってきちゃって、世の中でも俺はいいかなとか、そういう幼い心が芽生えるわけですよ。プラスこれちょっとリュウシンに伝わりにくいんだけど、あのグレン・グールドらしさがあるんですやっぱり、にこと気づかれちゃって、それと真逆のグレン・グールドってね、パキパキしてるんですよ、うん、もうすごくこう、なんていうのかな、硬質な音なんですよ。バロック、バロック、まさにバロックをやる人だから、そのね、逆にパーンといくわけよ、うん、例えばね、チェリビダッケっていう指揮者の、なんかこう、分厚く、肉厚でしかもこう洗練されていってるような音にグーッといくわけだよね。でもう一回グレン・グール帰ってくるんだよね、うん、その流行りがどうとか、うん、そのちょっと疲れたとかがまた全部麻痺しちゃって戻ってきて、もう一度グレン・グールの棚をね、うん、ふっと自分の力出して聞いた時に、うん、やっぱりね、心打たれるんだよ、うん、でそのね、2度目なんだよね、その2度目の時にはね、ああよかったって思うんだよね。なんかちょっと僕自身で思い出せる事例がないな。だ多分それはタイプなんだろうね、リュウシン君のね。あ、ちょっとね、思い起こせばあるのかもしれないけど、添い遂げるタイプなんだろうね。意識して、うん、なんかこれだって思えるのはないね。ちょっとね、もう出てこない。リュウシン君ってさ、見事にポーズがない人だよね。ポーズ、ポーズ、つまりギャグがスカスカだとか、やーっとね、自意識、がないよね。自意識はあるよ。いや、まあ、まああると思うけど、ない人ないから、こう言ったら自分はどう見えちゃうかなとか気になる時期あるじゃん。繕っていく感じですよ、俺なんて繕い続けてんだから。うつろいじゃなくて、うん、それに飽きてきてる段階なんだから。確かに意識しないからね。これ好きって言ってみたいとかってないでしょ、あんまり。ないね。ないでしょ、そこは偉いよ、リュウシンは、うん、ドアーティストだよ、それは。なんで本物、本物、それそう、うん、好きって言ってみたいってどういう感じなの。俺めっちゃあったよ、ラカンって言ってみたいとか。ああ、これを言うとかっこいい。共栄心、共栄心、うん、ブーレーズなんてクソだよって言ってみたいって。ああ、うん、それないね。ないよな、うん、自分がどう感じてるかしか言わない。そう、そこ偉いよね。偉いのかな。ほんと偉いというかさ、坊主オブ坊主たるゆえんだよね。みんなそうじゃないの。いや、んなことないよ。そんなことない。リュウシンはその自分と比べるからだけじゃなくて、七三のうちの三の方だよね、うん、と思うよ。でも小倉先生にはそこは主観的すぎるって言われるけどね、うん、ああ。もうちょっと客観性を持て、うん、自分が嫌いなんじゃなくて、うん、人がなんで嫌いなのかって思うとよく考えなさい、うん、そうね。ユーファントデーでも俺言ってたけど、その自分が、まあ、今はそれに飽きてきてる段階なわけだけど、虚栄心とかさ、虚栄心、うん、自分を繕っていったりとか、これってどういうことなんだろうってものすごいさ、人の目を気にするっていうとちょっとずれちゃうんだけど、この人はこう言ってるし、この人はこう言ってる、そして自分はこう思ってる、こう思ってる自分ってなんだろうみたいなところをぐる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 回るっていうのもまた俺はエネルギーの一つだとは思ってるんですよ。あの単純に全否定する気あんまなくて、それってやっぱ文学者タイプかもしれないよね。構築してってるよね。小倉先生なんかがおっしゃるリュウシン君が主観的すぎるっていうのは、そういうぐる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 回る感じってのはない、ない、なさすぎるから大丈夫とかさ、突っ走りすぎない、突っ走りが過ぎだよっていうさ、直線じゃなくて曲線も覚えろみたいなところなのかもしれないね。そうだね、うん、それだからもうずっと言われてきてることなんだよね、いろんな人からね、うん、突っ走りすぎ、うんうん、
脇目振らずみたいな、うん、そうだね、うん、どうなのみたいな、 そこどうなのっていう、コーヒー入れていい、僕も入れてきたかったです、うん、そうだね、実は、うん、ちょっとお帰りしましょうか、コーヒー以外のもの飲みたかったです、うん